第18回の賞金王決定戦は今回田中の大本命となってまいりまして、いよいよ史上最高の賞金バトル1億円争奪の頂上決戦を迎えています。さあどうやらスタート展示通りの1蓋3456、4対2の枠なりに収まりそうです。インコースに1号手の田中、2年ぶりの賞金王へ気合は最高潮です。そして2コースは2号手の山崎、賞金王3度目の正直になるか。そして3号手の瓜生、賞金ランク第12位の初出場で見事ファイナル。そして4号手の平石は今回住之江巧者ぶりを発揮して見事ファイナル進出。そして5号艇松井の角、昨年に続いて5号艇で4年ぶりの V2 なるか。そして6コースは6号艇の浜野屋、今年はプレッシャーなしで6号艇で挑戦です。スタートまでは残り35秒となっています。スロー勢が固まってまいりまして、1蓋3、4、そしてダッシュ勢の2艇、5号艇、6号艇が動いています。さあ田中が昨年の雪辱を果たすのか、山崎が一昨年のリベンジなるか、それとも最後は王者松井か、浜野屋の初V か、あるいは瓜生平石が一気に頂点へ駆け上るのか。いよいよキングオブ SG のファイナル決定戦です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番で間もなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。昨年スタートですが、インコース、2コースから1番、2番、あと2号艇が出てきますが、ほぼ横一線となって、まずは逃げる1号艇の田中慎一郎、刺してくる2号艇、3号艇ですが、届かず、後方から5号艇、4号艇、6号艇でさあ、バックスレッジは2度目の頂点へ向かって、1号艇の田中慎一郎が先頭に立った。そして運転士に迫るには3号艇の瓜生、その後ろ背後を見せられて、5号艇、2号艇で、あとは4番、6番となっています。今から第1ターンのマークはトップで回るのは1号艇の田中、差し返してくる3号艇の瓜生ですが、届かず、そして後方が3番手の瓜生、5号艇の松井で、上位の方ですが、1、3、5のキスの艇トリオ、なおスタートは正常、スタートは正常でした。先頭は抜け出していきます。1号艇の田中慎一郎が SGV3、そして通算26回目の優勝へと向かって先頭に立っています。そして2番手には3号艇の瓜生正義、そして3番手として5号艇上救ってきた。さあ、ここで2号艇の山崎が逆転で、上位の方ですが、変わって1号艇、3号艇、2号艇と早くもばらけました。第2ターンマークは先頭で1号手の田中慎一郎、定冠ナンバーワンにふさわしい完璧な走りを披露しています。そして2番手の追走には3号手の瓜生、そして3番手には現在2号手の山崎、逆転の3番手上位が1、3と固まってまいりまして、最終周回へと入ります。さあラスト1周となって先頭には1号手の田中慎一郎が、ここも見事完璧な一気を披露しています。まさに昨年の雪辱を果たし、2年ぶりの賞金を返り咲きで、まさに最高の1年となる。今回は初V以上の感動を与えてくれました。最終ターンマークを回って最後の直線に